いやー、でもね、今こう聞きながらもすごい怖い体験されましたね。そうですね。もうおかしくなったんじゃないかと思いました。どうも、島田秀平です。始まりました、島田秀平のお怪談巡り。皆さん、今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ、このチャンネルですね、ありがたいことに、たくさんの方から切り抜きの方を、ね、やらせてほしいというお声いただいております。で、こちら状況が整いまして、皆さんにも、ね、見ていただけるようになりました。概要欄貼っておきますので、よかったらチェックの方よろしくお願いいたします。さあ、今回のゲスト、一流怪談師牛崎千佳さんです。お願いいたします。牛崎千佳です。よろしくお願いいたします。一流怪談師って言った瞬間に「え？」みたいな顔してやめてくださいよ。そんなことないんです。本当いつも謙虚で、そんなこともないです。皆さんね、この謙虚な牛崎千佳さんのね、魅力がもうガッとこう出てます。チャンネルがありまして、チャンネル名が この世の裏側です。もうね、ご自身でたくさんね、回答も上げられてまして、自分で編集もされてるっていうね、はい、四苦八苦しながら。四苦八苦しながら、最初は iPhone から始めました。買うところから始めで、今ショート階段の方もね、たくさん上げられていはて、い、あれすごいですね、1分以内の階段。そうです。1分になんとか、もう超えそうだったら何回も取り直しをしてっていうのでやってます。で、さらに生配信の方もね、はい、生配信も定期的にやってま僕もす。呼んでいただいて。はい、ありがとうございます。本当にもうとっても好評でいした。やいありがやいや、もうとうすごごいんざいですよ。駅の近くのね、本当に雑居ビルみたいな ここどこですかみたいなスタジオで撮影もされてて、すいません、あんなところにお越しいただ きいまやいしやいて。やいや、でそれも全部自分でね、手配されてやってるっていうね、本当にあったかいチャンネルですから、ぜひ皆さん概要欄貼っておきます。チャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。お願いいたします。今回どういった話なんでしょうか。はい、お怪談巡りのリスナーさんたちは実体験が好きっていうのをリサーチしております。確かに、はい。で、もう本当にいろんなお話聞いてらっしゃって、もう下手すると怪談師以上に皆さんの方がいろんなお話知ってるんじゃないかなって思うん確かでにすめね。ちゃめちゃ耳肥えてらっしゃいま踏みすよ越えね。てらっしはい。ゃるので、もうね、あんまりしないんですけど、実体験を千佳さんの。はい、お話。千佳さんってちょっと霊感っぽいものあるんですよね。かつて、大前提として、今は本当に全くないんです。5、6年くらい前までは割とちょっと不思議な体験することが多くて、家系的に母方の女性が割とそういう体験する人が多くて、私も割と不思議な体験してきたんですね。で、それを受け継いでいたのかどうかは定かではないんですけれども、ちょいちょいそういう不思議な体験をしていたことがあって、じゃ、今日はそんな中からその中千か佳さら。んの貴重な実はい。体験聞かせていただくわけですね。はい。ちょっとね、YouTube ということもあって、描写を少し省かせていただく部分もあることをご了承いただいて、この梅雨の時期、雨に打たれて美しく咲く花ってあると思いますけど、下田さん。紫陽大正解でございます。花。ありがとうございます。前、お客様に聞いたら朝顔って答えられたことがあって ちょっとね、季節先取ってますよね。はい、もうちょっと後ですもんね。もうちょっと後かなって、はい。紫うん。陽ですよね。で、この紫陽花なんですけれども、私もね、ちょっと知らなかったんですけど、紫陽花って土の成分によって色が変わるそうなんですね。なんか聞いたことあります。ありますか？はい。あれ種類じゃないんですよね。そうなんです。土の成分が酸性が強かったら、青に咲いて、アルカリ性だったら赤に咲くそうなんです。土の酸性度によって咲いてくる色が違うそうなんですよ。はいはい。もうそれ私も知らなくて、あ、そうなんだと思ったんですが、その土の性質でこう紫になったり白だったりっていうのが、あるそうなんですね。ちょっとそのことを頭の片隅にでも置いといていただいて、ちょっと聞いていただきたいんですけれども、はいはい。もうこれ10年以上前です。10年以上前に仕事で遅くなって終電で最寄りの駅まで帰ってきたんです。で、普段だったら駅から自転車に乗って当時住んでいたアパートまで帰っていたんですけれども、その日梅雨の時期ということもあって、朝から雨が降ってたんです。雨が降っていて、これはちょっと自転車で帰れないな。で、傘をさして駅から歩いて帰ることにしたんです。
で当時私が住んでいた場所っていうのが東京の下町と言われてるエリア で、うん、で新しい建物と古い建物が結構ごちゃごちゃ立ち並んだような場所で、もう小さな路地がたくさんある、うんうんうん、もう本当にいい町だったんです、はい、でも20分くらいかけて結構遠かったんですけども歩いて行って、で次の角を曲がればアパートに到着するっていう通りに古いお豆腐屋さんとか、あとクリーニング屋さんですとか、いろんなお店が立ち並んでいるその通りに白い8階建てのタイル張りのマンションが建っていて、うん、でこのマンションのこう前両サイドエントランスの部分ですかね、両サイドに花壇があるんです、はい、建物の手前側に、花壇があって、ここに毎年梅雨の時期になるとアジサイが咲くんですね、うんうん、でこれなぜかアジサイだけの花壇になっていて、うんうん、でその日このマンションの前通りかかってみるとちょうどそのアジサイが見頃だったんです、うん、でも白いタイル張りのマンションとこの真っ青に咲いてるこうアジサイのコントラストがものすごく綺麗で、はい、うわー綺麗だ、もう深夜だったんですけど立ち止まって、いやーこんな綺麗に咲くんだな、もう人のお家の前なんですけどちょっとダメかもしれないんですけど写真をパシャッと撮ったりして、はい、あ綺麗、これちょっと待ち受けにしようかななんて、うん、しばらくそれを見ていたんです。で立ち止まっているとこの花壇の裏側の方から一匹の白黒猫がちょこちょこちょこって出てきたんです、うん、すっごく可愛らしい猫ちゃんで、あ可愛いな、おーいって呼ぶんですけど、その猫ちゃんちょこちょこちょこっと歩いてきて、この花壇脇にポールが立っていたんですけれども、うん、そのポールの脇にちょこんと腰を下ろすんです。でこうちょこんと腰を下ろしてこう一点見つめてぼーっとしてるんです、ね、で何度か呼びかけてみたんですけど全く私の方を見ないでただただ一点見つめてぼーっとしてるんです。ちょっと変わった猫だなって何回か話しかけてると突然この猫がふって上を見るんですね、はい、パッと見たと思ったらその場でバタンって倒れちゃったんです。え大丈夫って手を差し出したらそのままむくって起き上がって何事もなかったようにちょこちょこちょこってまた元を来た道を歩いていっちゃうんです。何あの猫、え変な猫だなと思って何気なくパッと見たらもう今その猫がいた場所に折れた赤いアジサイが一輪ポンって落ちてるんです。で何気なく私それ拾い上げて持って帰ったんですよ、はい、なんでかよくわからないんですけど、うん、綺麗だなと思ってそのまま持って帰って、で当時私が住んでいたアパートっていうのがもうボロ屋でもうボロの木造の建物だったんですけれども木の扉になっていて、もうインターホンもついてないようなボロボロの建物 で扉開けると狭い台所になっていて傍らに引き戸があってこれを開けると 4.5 畳の和室、その奥の襖を開けると6畳の江戸間サイズの和室になってるんです、うんうん、で私大体奥の6畳の和室にいることが多くてちょっと休んでからお風呂入ろうかなと思ってカバンをこうまだ背負ったまま座布団の上にストンと腰を下ろした瞬間コンコンって玄関ノックされたんです。え結構遅い時間ですよね。だいぶ遅い時間でえっと思ってもう時計見たら深夜1時回ってるんです、えこんな時間にセールスマンが来るわけないよな、友達だったら絶対に携帯に連絡くれるだろうし全く覚えがない、誰だろうなと思って、でこの建物の中っていうのが私以外の住人が、当時70代以上のおじさんとおばさんがお一人ずつ住んでたんですけどいつも10時前には寝てしまってシーンとこの時間は静まり返ってるんです。いやどうしよう誰だろうと思ってしばらくちょっと物音を立てないようにそのままリュック背負ったままじーっとしてる。でも気配っていうのはあるんですよね。ドアの前に立っていて立ち去る様子がないんです。明らかに玄関一枚隔てた外にそこに立っている気配だけがあるんです、うん、お部屋がちょっと離れてるんですけどでも気配があるんです、うんうんうん、いや参ったなどうしよう、でもいること絶対バレてるよなって思いながらもう膝抱えながらじーっとしてる、相手もやっぱりじーっとしてる、そのままちょっと時間が経ったんです、うん、でしばらく経ったらミシッっていう音が聞こえて、はい、でこれが台所に床踏む音なんですよ、うわ入ってきちゃった、えどうしよう私鍵かけてなかったっけ、
どうしようどうしよう、誰か入ってきたって、警察、警察何番だっけ、どうしよう、ベランダから飛び降りた方がいいかなって、一瞬でいろんなことを考えて、どうしようどうしようどうしようって、もうずわーっと鳥肌が立って、困ったな、どうしようどうしようって、でそのまま固まって身動き取れなかったんです。でもうそのまんま台所の音も全く聞こえなくなって、シーンと静まり返ってて、逃げるかそれともいるのを確かめるかっていうので、ずっと頭の中ぐる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 回っていて、どうしよう、そうだ、やっぱり怪しい人がいるんだったら確かめなきゃって私思って、これ人に話すとその感覚おかしいよ、まず逃げるよって言われる。いや確かに勇気あるなと思いましたけど、それはおかしいよって言われるんですけど、なぜか確かめようという気持ちになって、もう本当にそーっと立ち上がって、目の前の襖をこう開けようとした、その瞬間バーンと向こうから叩かれたんです。バーンと向こうからこう両手でその襖を叩いた音がして、その勢いで目の前で襖がガタガタって動いたんです、はい、それもう目で見たんですね。でうわー、誰かいるんだ、誰だと思って、誰誰、返事しないんです、うん、もう明らかにおかしい、普通の人じゃないと思って、そのままストーンと足開けたんです。そしたらいないんですよね、誰も。目の前であんなにはっきり動いたの誰もいない。でそのまま引き戸を開けて台所行くと誰もいない、おまけに玄関の鍵もしっかり閉まってるんです。いや気のせいにしてはあんなに大きな音で襖叩くか、おかしい、私ちょっとどうかしちゃったのかな、もういろんなことを考えて、いやいや一回落ち着こう落ち着こう落ち着こうと思って、また座布団の上にこう座り直して、顔をふっと上げた瞬間ザーッと鳥肌が立つんです、はい、ザーッと鳥肌が立って、座った視線の先テレビがあるんですけど、はいはい、消えた画面越し私の後ろに誰か立ってるのが映ってるんですよ。誰か入ってきた、いつどうしよう、ただね怖い時って目線外せないんですよ、はあ、画面の中こう見てしまって、こう見ていると後ろに立っている人っていうのが女の人だっていうのが分かるんです、何この人、誰、早く出てってよ、なんでこんなとこいるの、明らかにおかしいこの人、でもなんだか様子がおかしい、上半身は痩せてるんですけどこの辺りが妙に太ってる、変な体型してるんですよこの方が、うん、何これ、画面越しだからよくは見えないんですけど、この辺りが異様に変な形をしてる、やだやだやだ、とにかくどっか出てってくれないかな、何この人って思ってると、この人がゆっくり上半身だけをこうぐーっとこうお辞儀をするような形で私の方に近づいてくるんです、でそれがこっちにゆっくり近づいてきて、私のこの頭のあたりに顔がふーって来た時にはーって息を吐かれたんです、はい、息を吐かれたら、それがもう何とも言えない肉が腐ったみたいな匂いがするんです、不敗臭みたいなのがして、もうそれでびっくりして私キャーって悲鳴を上げてパッて振り返ったんです。そしたらこの女の人と全く別な男の人とバチって目が合ったんですよ、どういうことですか、何これって思って、もう今頭の中でパニックになっているんですけど、今見ているものうわーって 目で確認できたのが、その女の人のお腹の部分にもう一人男の人が絡みつくような状態で立ってるんです。それを見て私もう一瞬くらって立ちくらみして、そのままリュック背負ってたんで、そのままバーッと部屋を出て近くにあったコンビニに飛び込んでったんです、はい、もうその店名も覚えてるんですけど、そこに飛び込んでって、どうしようどうしよう、何あれ何あれ、何がいたんだ、待って部屋帰れないぞってなって、でも明日も仕事あるしお家帰らなきゃ、いろんなことが、いや今絶対帰れない、もう散々いろいろ考えて公園に行ったり、もうあちこちこううろうろして、もう夜が明けるまで外で時間潰したんです、うん、結局何だったのかがよくわからない、私相当疲れてるんだなって思いながら、でようやく夜が明けて、もう恐る恐るもうしょうがない、もう自宅戻んないとと思ってドア開けて中入ってったら、もう誰もいない、あれもいなかったんです。
ただね、昨日拾ってきたあの赤いアジサイ、あれが座布団の上にポンって置きっぱなしになってて、ええ、でそれ見て私あ、でもそれ拾ってまた昨日通ったあのマンションの前まで行ったんです。ちょっと気にかかることがあって、はい、でそしたら昨日全く気づいていなかったんですけれども、あのアジサイの割ってる花壇脇に立っていたポール、そこに新しい花束がくりつけてあるんですね。昨日全然気づいてなかったんですけど、でも本当にそれから後日、本当偶然なんですけど、このマンションの住人の方にお話を伺う機会があって、何日か前にこのマンションの屋上からカップルが揃って落っこちたっていうことを聞かされたんですね、はい、全くこの住人じゃない別の場所から来た男女だったそうなんですけれども、そういうことだったんです。で、まあ、第一発見者だったそうなんですけど、その方がもうそういうところちょっと出くわしちゃうんですよということで、ただね、彼女の方は綺麗なまま残ってたんですよ、ご遺体がね。ただね、男性の方、彼氏の方はね、いやもうちょっとこの辺り絡みつくような状態で、もうちょっと表現ができないですっていうような、ちょっと口をこう濁すような形でちょっと すごい状態だったんですっていうことだったんです。もうそれ聞いて何気なく私持って帰ってしまったアジサイだったんですけど、ひょっとしたらその亡くなったカップル一緒に連れて帰ってしまったのかなって思うんですね。で、この真っ青な花壇、アジサイが植わっている花壇の一角にほんの少しだけ赤いアジサイが植わっているところがあったんです、はい、でそこってちょうどカップルが落っこちた場所だったそうなんですね、はい、ちょっと最初に説明したんですけど、土の成分が酸性だったら青に、アルカリ性だったら赤に咲くって私言いましたよね、はい、人間の血液はアルカリ性なんだそうです。じゃあ他の部分は全部酸性だったんだけども、もしかしたらその方たちの血液によってその部分だけアルカリ性になったことによって、そこにそこだけ赤いアジサイが咲いてたっていう、ちょっとこじつけかもしれないんですけれども、もうちょっとそんな風にしか思えないくらい不思議だったなと。その赤いアジサイだけなぜそこに落ちていたのかとか、そういったのも考えて、ちょっとこじつけになってしまったら申し訳ないんですけど、ただそこに落ちていた赤いアジサイっていうのは、はい、でそのカップルの方たちのそういった体液なんかをこうっていうアジサイであれば、なんかそのアジサイにそのカップルの思いとかっていうものが、念なんていうものがそこにね入っていてもおかしくないって話ですもんね。もう実はちょっとライブとかだともう少しいろんな描写、ちょっと YouTube ということで、まあまあちょっとね、はい、いろんな部分でこう控えていただいたと思うんですけど、結構私がその時お部屋の中で見たのもかなり衝撃的で、なんでこんなものが部屋の中にいるんだっていうので、もう一瞬ああいう時ってキャーっていう声出なくて、うってもう息がこう詰まるというか、そういう状況でもうパニック、頭真っ白になって部屋を飛び出していったんです。でまた後日偶然そのお話を聞けたっていうのでイコールになった。そうです、つながりましたよね。あの最初の猫ちゃんは何だったんですか、ね、何だったんですかね。なんかまあ、これももしかしたら偶然かもしれないですけど、その落っこちてきたのを見たのかなとか。そうですね、パッと上を見たっていうのは何か、うん、上を見てね、え な、うん、なんか変な猫だなと思って、その猫に釘付けになっていたらその赤いアジサイが落ちてっていうのも、やっぱり気がついていなければ、その猫を見ていなかったらその赤いアジサイも多分気づいていなかっただろうしなっていうのもあって、普段そんなに気にしないで通っていた場所なんですけど、なぜかその日はどうしても気になって。よく動物とかね、子供っていうのは不思議なものが見えるって話あるじゃないですか、うん、急に犬がね一手を見つけてこうワンワン吠え出すとか、で猫がわーってこうねうなり声を上げるとかっていう、もしかしたらその猫ちゃんっていうのがその時にまた落ちてきてしまった、うん、そういった不思議なものをパッとこう感じて見たのかもしれないですよね、うん、でその思いがバーってこう来たので猫ちゃんがバタンって倒れてしまった。
でそこにね赤い紫陽花があるわけですよね。なんかこう全部がつながってくる気もしますよね。なんでそこだけあんなに真っ青なのになぜそれ赤いのだけ落ちてたのかっていうのも気になって、持って帰ったのもなんで持って帰ったのかっていうのも、そのまあ不幸な出来事があったっていうのは、その千佳さんがそこに行ったどれぐらい前の話だった割と数日前というような言い方をされてましたちょっとそこも昔すぎて、はい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 、10年以上前だったのでいついつっていうのは聞いてないんですけど、実はねちょっと先日みたいな、そういうような言い方をされていて、はっきりいつっていうのは聞いてないんですけれども、その腐敗臭がしたっていう ね、 そうなんですよね。なんかそういうのがもしかするとその時間と合ってくるのかもしれないななんていうふうにも思ってしまいましたね。いやーでもね、今こう聞きながらもすごい怖い体験されましたね。そうですね、もうおかしくなったんじゃないかって思いました。いやー気配がずっとしていたで入ってきたはずがないのに、急にねキッチンの方で足音が聞こえて、えっ！でその後ドアの向こう側にいてバーンっていう、であとはねテレビにこう映ってるわけですもんね。でそこで女性がいたはずなのにパッているのがなんか男性だった。そうそう、もういろんな恐怖がもう押し寄せてきて、いやそこにまさに自分もいるかのような、はい、もう途中息するの忘れちゃうぐらい怖かったですね。いやありがとうございました。ありがとうございました。いやもう皆さんね、千佳さんこういった怪談話たくさんチャンネルの方上げられております。チャンネル名がこの世の裏側です。はい、ご自身でね編集もされてるのであんまりこう頻度は、ね、高くないんですけども、はい、今ショート怪談とかあとは生配信の方もねたくさんやられてますので、ぜひ皆さんね概要欄貼っておきますのでチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。お願いいたします。今回もありがとうございました。ありがとうございました。ゲストは牛崎千佳さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。